はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチュービットアワーを始めていきましょう。今回は8位の武蔵野ホーネッツですね。ちょっとくるみが疲れちゃってるんで、エリカに交代です。キーパーもはるか、他は変えません。あ、そんなに強くないな。誰が強いの？川上ですね。これが強い。さてですね、こちら、アウェイですが、順位もあって、上回ってます。なんか、スタンドがちょっと寂しい。武蔵野ホーネッツ戦です。さあ、キックオフ、編集点、これはファールだ。ちょっといただけない。はあ、すごいね。入ってたんだろうか。危ない危ない。いきなりから、この蜂の色のマークのチームが快進撃を進めてます。防戦、いやいや防戦気味。さあ、さあ、これ、くるみがいません。くるみなしで、頑張らないといけませんが、危ない！おー、あやかが。さあ、エリカ。エリカが代わりに、フォワードに入っております。今のは、外に出さなくてよかったんじゃないの、まなみ。相手にボールを渡しちゃいけません。萌え、早い。サツキに渡った。逆サイド。これは相手にインターセプトを許してしまった。ん？サヨ、ナイス。緑がここまで下がっていました。エリカ。おっと、これはサツキ。おっと、ナーゴに代わって。第1軍だが、これはポストに嫌われた。頑張れ。さあ、ゴール前。先制点を許してしまった。うひゃー、やばい。アーテルア。さあ、頑張ります。1点返しましょう、まずは。三角パス。これは外に出ますね。さあ、頑張りどころ。カレーはうまい。誰もいないとこに出してしまった。さあ、もうアディショナルタイムに入って、前半終了です。さてですね、結構疲れも溜まっております。中断。まあ、攻めないと始まらないですからね。クラリスとミオ。まあ、ミオかな。あと一人。もう、早めに交代しに行きましょう。まなみとみほ、まなみかな。リオに交代です。さあ、後半行きましょう。巻き返してくれると信じて。3人全員交代です。交代枠を
使い切ります。ホイッスル。早くも危ない。この2点目入れ合うとあまりにも大きいですからね。さあエリカ、エリカちょっと疲れが、エリカへパス、エリカ、うん、じゃない、誰だ、センタリングを上げました。さあエリカがいるが、エリカちょっと動きが大きくなっている。あやからここはクリアだ。さあスキンパス。さあ一度落ち着きまして、おーっとフェイントで反対側2本を超えた。さあここは緑が、あーっとここはキーパー好判断です。気がつけば65分、時間がどんどんなくなっていきます。おーっと、ナイス緑。漫才もかなり疲れが溜まってますね。これはちょっと気をつ、ここの速攻は気をつけねばならない。さあ時間を稼ぎますが、彩香がまだ1点返せてない。リオ、幸子がうまい、幸子がキープしたが、ここが続かないよ。漫才気をつけろ。萌が、あーだがまだピンチは続く。ここを超えたいが、はるかが取りました。とにかくボールをキープして、オフサイド。あー2敗目は避けたいが、もうほとんど時間がない。ラストチャンスだが、あー無情のホイッスル。このチャンスを生かしきれません。ここがね、奈々子に渡ったんですが、わずかに逆に先生を許してしまいます。その後は一進一退ですよね。ただ絶対的なチームは我がクラウドリバーズは少なかった。疲れて終わりっていう感じですからね。シュート2本しか打てなかったですね。これではいけません。4位のままですが、勝ち点は再び7と広がりました。せっかく直接対決で勝ったのに、また大きな差をつけられてしまった。9試合さあ次は函館ペンタゴンですね。タッチできん、タップできないよ、なんで？